1985年に松田聖子と結婚した俳優の神田正輝。石原軍団の神田正輝と超売れっ子アイドルの松田聖子の結婚に世紀の結婚なんて騒がれたんだよね。でも12年後の1997年に二人は離婚している。その離婚後も神田正輝のモテおっぷりは健在。まずは女優の池上公子との関係が2004年に週刊誌で報じられた。その前後で銀座のホステスや銀座クラブの美人ママとの半同棲しているっていう姿も撮られてる。2010年にはモデルの長谷川理恵が神田正輝のマンションにお泊まりしていた姿が撮られた。さらに2016年には三船美佳と交際してるんじゃないかって噂にもなっていた。本人たちは完全否定で記者会見まで開いてたんだよ。女性スキャンダルが多くてモテ男なんだろうけど、ここまで女性と関係がありまくる男はちょっとやだな。